さあ、ここから坊やかな。敵の姿は見えるからね。クリンの杖、どうしよう。まあこういうもんね。位置悪いなこれ。ですよね。これ自分がおにぎりになるわね。あーかんねえ、これどうしようもないね。入り口やからね。あ、杖は確認しないと。この回でもね、坊やでも結構危ないからね。敵が坊やだね。鉄の方じゃない、こいつクロス坊やじゃん。え、鉄や集めたかったんだけどな、さすがに一本じゃ。なんとかクロス坊やのモモマンを手に入れて、ダメか。なんとか手に入れて鉄の矢を99本作ることができたらだいぶ有利。5、6本で倒せるからね。間違えた。毒サソリ強くなっちゃうのもめんどくさい。結構こいつも強い。こいつ何なったら和み状態にする。失敗する。じゃいらねえわ。戦わなくて済むんなら悪くはないんだけど、マーゼルンは普通に負けるだろう。そもそも合成するアイテムがないわ。チェックしようか。ビローの杖、場所替えだったらなくな。何多分ね、転ばぬ先だと思うんだけど。何ぬ、何にも効果ないのは多分転ばぬ。来てた。来てた。あ、痛み分けだ。ということでね、割とえげつないっす、痛み分けは。落とせ。ダメだな、ならないな。マゼルン普通に負けるから嫌ですよ。ほう、身代わり、これはいい。思ったより長くない。超危ね。てかマゼルンを普通に鈍足で倒そうか。強っ。おかしいやろ、命中率50%ぐらいしかねえんちゃうんか。
自分で合成できるからね。すっとどまん。ということで、はい、鈍足を。鈍足を増やしましょう。多分鈍足を先に。で元に戻るとよし、鈍足10はかなり美味しいよね。ぬすっとどまんが道具を盗み成功するとワープする。怖いな。血を持ってはいく。で結局坊やを変化させることはできなかったんで次行こうか。25回もあんだよねここのダンジョン。リターン砲役に立たん。おわ、木の矢だ、ボーイだね。怠慢するしかないんだよね。怠慢で普通に負けかねへん。プロアイドル。できれば保存で運んでからにしたいね。やっぱおにぎりは別にいらないね。余った桃まん食えば満腹度はどうにでもなる。全然敵がいない。これもめんどいな。本当に坊や、よし、やっと来た。銃あるとそれなりに。聖域使えばタイガーウホホーンはいけるのかなって、それが分かんない、ね、さすがにこれは99にしときたい。なんでここにいるのかっていうと、あの敵の位置が分かるから。意外に通路ってね、まあ、今回は霧がないからこうやって敵の位置を確認できるのはいいんだよ。部屋だといきなり近づかれる可能性があるから、できれば徹夜の方がいいんだけど。来ねえな。さすがにアイテム欄を2個使うのはしんどいんで99本にしておきましょう。えっとさおかしいってこのゲーム命中率。
マゼルン君、君ちょっと圧巻な。だって勝てへん。戻ろ。マゼルンは経験値が美味しいんでね、鈍足振って倒しましょう。クロスボーヤー君も、にならんな。どうぞ頼むよ。ならんな。欲しいんやけどな。99まで間際まではいけたから。石ない、石いいか、まあ、いかなくても。さてどうしよう。識別まだだよね。だとしたら読むもんない、おにぎり、うん、ダメだね。マゼルン版はもっと着たいよね。プラス装備が出たら、この鉄鋼の盾着たら鉄鋼の盾プラス6ぐらいになったらだいぶ有利となると、やはり素早さそうだね。素早さそうは20ターンぐらいしか速くならないから。やらかした。あれ？石ちゃん、こいつはモモマン落とさねえな、ほんと。ということでね、まあ、マゼルンは経験値が超おいしいんで、もういっか。じゃあ次のフロア行こっか。確かに現在の最高記録が落とせ。マンボー、一本予備あったよね。じゃあ諦めよう。
行きますか。しゃあなし。行った。自分が2倍速になりたいんだけどな。これやばい、ね、まあ鈍速あるんで。はい、ということで鈍速を打って経験値稼ぎをさせてもらいますが、合わないことを祈りましょう。強い、よしよし、こんだけ強くてこれだからね。混ぜるんでいいんじゃねえか。危ないやつ。繋がってられるか。まだ7回だからね。青い草。欲しかった、手元に欲しかった。まだアナグラマムルマン残ってる。イカズキ入れる。なんだろう、保存と識別分かってるからさ。変化だ。全然違う。何やろじゃあ。あれ今 何と勘違いしてるの。これやばいな。なんか高速で移動してるやつやろ。あいつにすら怠慢で負けかねへんっていうね。すげえくっついてる。さあどうしよう。毒矢にしようか。多分ほとんどダメージ食らうはず。結構食らう。いい加減さ。まあ2ほど下げると、おっ、これはもうするしかないね。いやダメ。
さすがにこれは千和君以外。何毒サソリマンかな。さすがに99を1つは作ろう。99発あればね、20匹ぐらいを安全にまあ倒せるからね。セットぐらい欲しいんだけどね本当は。今回でクリアするんならもう1セットぐらい。あ、満腹道も、満腹道分頑張ろうか。2セットぐらい作れるかも。まあクリアのセオリーの一つだからね。木の矢ポイしてもいいんだけど、まあ 5% っていうか、まあ、これが99になるまで。お腹の問題があるからこのまま月の丘行くのはちょっと無理だね。諦めるか。もうちょっとお腹に余裕があればね。よし。
よし、もうさすがにこれじゃ無理だね。ゼロになると同時に戻って足元のをまず食べましょう。で、回収して。よし、まあまあまあ、とりあえず木の矢を全部使っちゃいましょう。